エアコン入れないと携帯が壊れちゃって、今エアコン入れてますけど、さっき言った、どうかなって言ってたけど、通りすがりのアイドル3人に聞きました。鼻つんでましたって。多分うちより15、20ぐらい上かな、もっと上かな、のアイドル3人組がいまして、ちょっと話を聞いてみたんです。これ神社じゃないんですか？って。そしたら、いや、これはね、昔、ピーが住んでたの。そういうことじゃなくて、歴史的なものをなんか、ちょっと腰が抜けた。腰抜けるよね、そんなこと言われたらね。ないんじゃね、結構いるんじゃね、あの車止まってたのもしかするとそいつ車上生活してるとか、まあ、いいんですけど、自分もそうならないように気をつけないと、まさかのホームレスホームセンまさかのホームレスホームセンター、情報がそれでした。つまんねえと言ったらダメだけど、まあそれはそれで面白いのか、まあ、自分的にはなんかがっかりだったけどね。言われた通りに右曲がってみたら何もなかったんですけど、間違えたんかなっていうの、諦めました。次行きましょう。とりあえずこの通りで見つけたらそこに寄ってみます。と思っちゃうんだけど、よっしゃ、じゃあ飲み物買って、ね、どこで着替えなきゃいけないんだな、まあいいな、じゃあ、また、それでは、さよなら。